についてなんですけど、まず今早割じゃないですか、申し込んできてる人は。早割なんで早く申し込んでるっていうところの、まあそこがやっぱり行動が早い分得してるわけですよね。で、後でこのオファーする人に、まあ別にそこの後でオファーする人、ここでそのオファーするときに新しい特典を追加したりとか、むしろ特典とか追加した方がいいと思うんですよ。なぜかっていうと、最初の早割のところでそれ見てたけど、見送る人もいるわけですよ。まあ、やめとこうかなっていうふうに思って、で、ここの無料講座に入ってきて、これを見たら、やっぱりやりたくなったからやりたいと思う人もいるわけですよね。で、迷ってる人に対して、新しい特典とかドンと出すことによって、その特典がいいから入りたいっていうケースもあるんで。なんで、まあ、そういった特典を足す、ここで次の、月末にやる PLC の時のオファーで新しい特典を足すってことはすごく大事です。それむしろ足した方がいいですね。で、まあそこで特典足したら、今早割で買ってる人もちゃんとそれはついてきますって説明する。